ジェニーです。女性が好きな女性です。なるみです。去年ジェニーと結婚しました。裁判の判決を違憲の判決が出たっていうニュースを聞いた時にわっとこう涙と一緒に抑圧されたものがこう吹き出すようなイメージで、あ、本当に認められていいんだって心の底からなんか思わせてくれたっていうような印象でした。今の異性間の法律婚と同等の保障を得られた状態で、養子を多分取ると思うんですけど、子供を家庭として迎え入れて、さらにね、私はワンちゃんか猫ちゃんがいると嬉しいなって思うんですけど、それであったかい笑ってる家庭で暮らせたらいいなって思ってます。